お疲れ様でございました。いや、今週もあっという間で。ですね。気づいたら終わってましたね。はい、です。はい。1週間間違えてました。ねえ。いや、でも、1週間の間違いはあまりないかもしれない。あれだ、興味ないからね、俺が。今日が何日ということに。というか、あのあバレンタインデーに。チョコに興味がないからね。ウェルさん、基本的にもらい物を受け付けない、社内でもらい物を受け付けない派ですもんね。うんうん、最初に言われてすごいえっと思ってあ俺はそういうのいらんけんおあこれ言っときながらかなと思ったら周りに確認したらみんなあそうそうベルさんはあの贈り物とかっていうねあのねあの返すのが大変だいやまあ確かにねそこだよねもらいっぱなしってなかなかねあの別に商品券配るわけにいかんしやっぱこの人だったらこれを喜ぶかなと思って、うん女子はそういうのを考えるのが楽しいでしょ。まあそうですね。苦手だから。すごいとことん多分考えてしまう派じゃないですか。っていうかね本当にね。なので今年もいりません。いりません。みんなにも言います。間違えないでください。皆さんはバレンタインは来週でございます。来週ですよ。来週の放送か。来週の放送です。あ、そうなんですか。ちょうどそうそうバレンタインの日だ。そうかそうか。なので本当にもう冗談抜きでまた今日のやつそのまま普通に。家入りレオのチョコレートとかもあるもんな結構チョコレートソングいっぱいありますよあるよねあのパフュームのチョコレートディスクああそうかそうかそうかリップスライムホットチョコレートもあります詳しいいっぱいありますよいろいろ縛りでやってるんでさあ来週はどんな縛りになるでしょうかお楽しみにはい。